2023年11月場所は大関霧島が2度目の優勝を決めました。霧島は大関3場所目でしたが、新大関の場所は途中出場で最終的に負け越し、角番で迎えた9月場所も9勝6敗と優勝争いに絡むことができず、大関になってからは昇進前の勢いがなくなっていました。ですが11月場所は本来の力を取り戻し、霧島としても自己最高成績の13勝2敗の成績を収め、2度目の優勝を果たします。陸奥部屋には関取がいないので、部屋付きの親方である鶴竜親方が霧島に熱心な指導をし続けたことも、霧島がここまで成長した要因の一つかもしれません。こうして霧島が大関として初めて優勝を果たしましたが、鶴竜親方は別の一門の若手力士にも期待していました。霧島優勝。2023年11月場所は前場所優勝を決めた貴景勝の連覇がかかる場所でした。前場所が11勝での優勝だったこともあり、ハイレベルな成績で優勝すれば横綱昇進の可能性がありましたが、8日目が終わった時点で5勝3敗3敗になった時点で、優勝しても場所後の横綱昇進の可能性はほぼなくなってしまいました。横綱照ノ富士の休場が続き、貴景勝の綱取りもなくなった中で、場所を盛り上げたのが若手の熱海富士と大関3場所目の霧島です。熱海富士は9月場所で千秋楽まで優勝争いを演じ、優勝決定戦にも進出。優勝は逃しましたが、9月場所で優勝できなかった悔しさを稽古にぶつけ、2場所連続で優勝争いに絡んでいきます。熱海富士は初日から5連勝と、先場所の勢いを落とすことなく白星を積み上げていきましたが、霧島は6日目が終わった時点で4勝2敗と成績は良くありませんでした。ですがそこから白星を重ねていきます。番付最上位らしい安定感のある相撲を見せ、優勝争いを牽引。そして14日目には霧島と同じく2敗で優勝争いの先頭に立っていた熱海富士と直接対決が組まれました。熱海富士は12日目に大関の豊昇龍に土俵際の逆転で勝ち、大関戦初勝利。そして13日目にも元大関高安を押し出しで退け、勢いに乗っていました。熱海富士としても霧島に勝てば単独で優勝争いの先頭に立つこともあり、勝った方が優勝に近づく大一番になります。霧島は取り組み前に、熱海富士関は若手で下から上がってきた力士なので、本場所では初めての対戦、稽古場でもあまり相撲を取ったことがないから、どういう相撲を取るのかわからないけど自分の相撲を取っていくと口にしていました。ですが14日目か千秋楽には当たると思っていたので、当たったら思いっきり相撲を取って大関の力を見せてやろうと思っていたと大関の余裕も見せています。この一番では熱海富士が強引に前に出ますが、霧島は回しを与えず、徐々に自分有利の形を作り、寄り切りで解消。取り組み前にも言っていたように、大関の力を見せつけた内容になりました。霧島は取り組み後に、仕切りの最中相手が目を合わせなかったので緊張しているのが分かった、自分は落ち着いていけたと熱海富士の余裕のなさを見抜いており、大一番にもかかわらず余裕を持って取れたとコメントしています。こうして単独トップに立ち千秋楽を迎えた霧島ですが、千秋楽は熱海富士が本割で敗れたことで、その瞬間に霧島の優勝が決まりました。そして優勝が決まった後の本割でも霧島は貴景勝に勝ち、大関としての初優勝に花を添えます。こうしてめきめきと力をつけてきている熱海富士との優勝争いを制し、大関としての役目を果たした霧島は来場所を綱取りで迎えることになりました。横綱不在の場所で意地を見せた霧島の優勝は見事でしたが、鶴竜親方は別の一門の若手力士にも期待していたそうです。鶴竜親方が期待する力士、鶴竜親方が期待している力士は佐渡ヶ嶽部屋の関脇琴ノ若です。
11月場所が終わった時点で鶴竜親方は、現時点で大関候補ナンバーワンは琴ノ若と答えています。琴ノ若は11月場所で一時は優勝の可能性もありましたが、終盤に連敗があり優勝争いからは脱落ですが、最終的に11勝4敗の成績で敢闘賞も受賞しました。鶴竜親方は琴ノ若について、以前はふわふわした印象でしたが、最近は落ち着いて相撲を取れるようになりましたとコメント。琴ノ若は2023年時点で26歳ですが、幕内に上がってからはコンスタントに2桁勝利を挙げており、三役に昇進した2023年1月場所からは負け越しがありませんでした。琴ノ若の父は師匠で元関脇琴ノ若、祖父は元横綱琴桜というサラブレッドです。師匠も、自分が叶わなかった大関になってほしいと語っており、琴ノ若自身も大関を意識しています。大関に昇進した場合、祖父の琴桜を継承すると約束されているので、その約束を果たすためにも大関昇進の思いは強いでしょう。佐渡ヶ嶽部屋には関取も多く、稽古相手も十分です。普段から熱心に稽古を積んできたこともあり、三役で負け越しなしという結果につながっているのでしょう。そんな琴ノ若の日々の努力を鶴竜親方は2021年7月場所の取り組みを見て称えていました。同場所では7日目の時点で横綱白鵬と綱取りの大関照ノ富士が勝ちっぱなし、そして平幕だった琴ノ若がただ一人一敗で追っていました。この日琴ノ若は英乃海との取り組みが組まれましたが、臆することなく踏み込み、もろ差しを狙うとすぐに切り替えて左上手の形になります。そして上手を使って相手の体勢を崩し、上手ひねりで勝利。これには解説を務めていた鶴竜親方も、おと声を漏らします。琴ノ若が出したとっさの技に、これはもう稽古しかない、頭で考える前に体が動かないといけない、こういうものは瞬間的なもの、いけると思った時に体が動いていると絶賛しました。この場所では最終的に12勝3敗の成績で初めて敢闘賞を受賞。琴ノ若も当時から、しっかり稽古するだけとコメントしており、その成果は確実に出ています。琴ノ若はここから2年以上経っていますが、15日間解禁して負け越したのは一場所だけで、着実に力をつけ、2023年は三役で負け越しなしという結果に結びつきました。こうして鶴竜親方から絶賛の声が上がっている琴ノ若ですが、鶴竜親方以外からも琴ノ若を絶賛する声は多く上がっています。琴ノ若への絶賛の声、2023年1月場所は大関の貴景勝が12勝3敗で優勝しました。この場所の貴景勝は2日目に黒星を喫しましたが、その後は8連勝で大関の意地を見せます。ですがそんな貴景勝の連勝を止めたのが琴ノ若でした。同場所11日目に貴景勝は琴ノ若との取り組みが組まれます。この取り組みでは貴景勝が頭で当たり突っ張って出ますが、琴ノ若は貴景勝のついてくる腕を下から押っつけて防戦すると、貴景勝の出足が止まります。ここで琴ノ若はここを勝機と見て一気に押して出ました。猛烈な出足に貴景勝は土俵下まで転げ落ち、貴景勝は2敗へ後退、優勝争いを面白くしました。この取り組みを見た北の富士は、琴ノ若は前半戦は連敗が続き心配したが、中盤あたりから力を出してきた。この力士の特徴は前半悪くても決してそのまま崩れることはない、これは非常に良いことで精神力が強いということだと琴ノ若の精神力の強さを評価しています。北の富士の言うように、この場所の琴ノ若は4連敗スタートで新小結でしたが、序盤戦の内容は良くありませんでした。ですが徐々に内容を良くしていき、終盤3日間は連勝で新小結の場所を8勝7敗と勝ち越しています。そして、この気持ちの強さはおじいさんや父よりも上である、
と師匠である父や祖父の横綱琴桜よりも気持ちが強いとコメントしました。12日目で7敗と後がなくなっていましたが、そこから連勝で勝ち越しにつなげているので気持ちが強いのは確かでしょう。番付が上がってくると気持ちの強さはとても大事になるので、琴ノ若の精神力は大きな魅力です。また師匠の琴ノ若と現役時代に何度も対戦のある元横綱の若乃花は、取組前の表情から強くなったと感じると2022年3月場所でコメントしています。若乃花は、佐渡ヶ嶽親方はそこまで気持ちが表情に出なかった人です。それが琴ノ若からは闘志が感じ取れますと師匠よりも闘志を感じるとコメント。さらに、自信に満ち溢れているように見えると語りました。琴ノ若は2022年1月場所で11勝4敗の成績を残し、千秋楽まで優勝の可能性を残す活躍をします。そして3月場所でも11勝4敗の成績で2場所続けて敢闘賞も受賞。こうした成績を残してきたこともあり、自信に満ちていたのでしょう。2023年は大栄翔や若元春、霧島、豊昇龍が大関候補として常に上位にいました。そして霧島と豊昇龍は大関昇進を叶えています。大関昇進の目安は直近3場所で33勝ですが、琴ノ若は2023年11月場所終了時点で31勝、大関まであと一歩の実力はつけており、11月場所の成績次第では大関昇進の可能性もありましたが、惜しくも届きませんでした。年下の豊昇龍や同年代の霧島が大関に昇進しているので、琴ノ若も刺激を受けているはずです。鶴竜親方をはじめ多くの親方たちからも期待されている琴ノ若は、今後の相撲界を背負って立つ存在になっていくでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。